はい、じゃあ次は97年11月1日、うん、東京経済大学青井祭、うん、リングス前田明講演会より、うん、講演会からの抜粋ですね、はい、今ヒクソンと試合をしようとしたらギャラだけで奥の金がいりますよ。ドームクラスいっぱいにするぐらいしかない、うん、今のこの不景気な世の中でそれだけの人を集めることができますか、うん、できないやつがいろいろ言うのは卑怯ですよ、うん、卑怯、うん、自分らの場合は強さだけじゃなくそういうものも要求される。いろいろ言ってるやつらはそれだけの額払えるのか、うん、試合してもらえるほどのものなのか、うん、できる可能性もないのに大きなことを言うなと、うん、俺は強いからヒクソンとやりたい、そんなの寝言ですよ。もしあなたがボクシングで世界で一番強いはずだと思ってもタイソンと試合をやろう、あできる、なるほど、うん、できないでしょ、うん、できない以上勝手なこと言っちゃダメですよ、うん、これが現実なんですよ現実、うんうん、そういう実績のないやつ力のないやつの言うことは雑音ですよ、うん、今無責任な雑音が多すぎますよ、うん、言ったもん勝ちみたいで、うん、これもまた感覚が激する発言ですね。ですからまあ本当に、ね、人を集めなければ、うん、ヒクソンのギャラを払うにしても、うん、自分のギャラを取るにしても、うんできないんだと、そういう現実があるんだよと、うん、だから強いから俺は強いと言ったって、うん、ヒクソンとお前とヒクソンがやって客が入るのかと、うんまあ、下世話な言い方をしてしまうとですね、うん、そういう思いがある、うん一方ではあるということですよね。まあタイソンとこの例えがすごく分かりやすいですよね、うんうんうん、ボクシングで一番強い人でもタイソンと試合やろうと判断できるのかっていう、力のないやつが言うことは雑音ですよ、うんうんうん、まあですからこの当時の、うんまあ、プロレスラーはちょっと別としても、うん、格闘技側の選手からしてみると、うん、俺たちは金のためにやってるんじゃないっていう部分も、うん、一方の思いもあるでしょうし、うんうんうん、そのまだこう厳格なランキングとかもある世界ではなかったですから、あ、うん、やっぱりどうしてもその興行イベントを打つには集客力っていうところがね、うんうんうんそうですね、まだそのボクシングとか相撲とかっても競技として確立されてこう番付だったりランキング、はいはい、あと、まあ、ボクシングというと階級も分かれてて、うん、で、まあ、この当時総合格闘技っていうのも、うん、階級も、まあ、ルールもまあ模索してる状況で、うん、競技としてね確立されてない状況でしたから、うん、そうですね、うんどうしてもそのプロレスというか、まあ、この当時の総合格闘技もそうですけれども、うん、やっぱり興行イベントというのが、うん試合に入った場合には、うんうんできる限りの集客をしなければならない、はい、という、はい、ことですよね、うん、ですから、まあ、ヒクソン・グレイシーのコメントはまた後でやると思うんですけれども、うん、本人のですねコメントは後でやると思うんですけど、はいはい、振り返りですね、はいはい高田ヒクソン戦、あ、ごめんなさい、高田ヒクソン戦、うん、1回目の試合が終わった直後のコメントで、うんヒクソンが私はラッキーな戦士でありみたいなことを言ってたんですよ。へ、うん、そのラッキーというのが何を指すかというのはちょっと、いろいろありますけれども、うん、ですからヒクソン自身もビッグネームである日本のビッグネームである高田信彦と東京ドームという舞台でやれたのはラッキーだと思ってた節も見受けられるんですよ。ああ、うん、いやそれはあるでしょうね、うん、ブラジルでは全然というか有名じゃないですもんね。どうなんでしょうね、ブラジル本国でどれぐらいの尺度なのかは分かりませんけど。有名ですか、うん、僕有名じゃないと思います。ここはもう勝手な想像ですけど、よく、はい、あの手法として、うん、アメリカあるいは海外のアーティストが日本で公演をやるってなった時にちょっと大げさにプロモーションするじゃないですか、うんうんうん、はい、はい、でもそこはその本国というか自分の国では人気はないんだけど日本では絶大な人気があるとか、うん、そういうパターンありますよね。 ありますよね、はいはい、うん、だからヒクソンもあの柔術のその世界では強い選手だとは思うんですけど、うん、その
じゃ人気とかそういう知名度とかっていうと、うん、やっぱり日本の方が圧倒的に、圧倒的にそうだと思います、うん、だからこれは本当に格闘技マスコミが作り上げていったものですから、うん、日本のね、はい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 、それに対してもその前田さんが、うん、本来であれば幻想を作っていく側のプロレスサイドが、うん、その格闘技マスコミが作った幻想に飲み込まれたという事実に対しての憤りもあるでしょうし、うん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 、でもそういうことを言ってくれるのは本当に前田明ただ一人という状況でしたから、うんうんうんいやー、うん、ヒクソンはまあ そこの今おっしゃったラッキーっていう部分では、はい、ラッキーでしょう、ねうん、もう宝くじ一等賞が当たったようなもんですよ。いやいや、ほんとそうですね、うん、まあ、ヒクソンは以前猪木さんにも挑戦したことがありますし、うん、挑戦状を出したことありますしね。あ、はあ、うん、相手にされなかった。その時はもう全然言葉は悪いですけども滋賀にもかけられなかった、うん、それぐらいの知名度だったわけですよ、うんうんうん、知名度の差があったってことですね、はい、はいはい、うんうんうんですね、まあ確かにそのヒクソンのギャラっていう奥の金がいるっていうので、うん、まあ、ドームクラスここのなんていうんですかね、その興行のこのシステムというこの収益のシステムがまだあれですもんね、そのドームの、はい、ドームじゃない、動員ね、チケットを買ってくれる人に、はい、うん、今のように配信があったりとか、うん、そういう時代ではまだないですから、ようやくこう、うん、何でしたっけあれ、スカイパーフェクト TV とか、あ、当時、はいはい、ペーパービューとかが出てきてた時代ですからね、はいはいはい、うん、高田ヒクソン戦もペーパービューでやったと思うんですけども、はいはい、まだそんな時代ですよ、うん、ですから、うん、チケットをどれだけ売るかっていうね、そうですね、しかないわけですから、うん、どんだけ集めて、うん、そのチケットゲート収入で選手にギャラを払 う、はいはい、ゲート収入ってなんかすごく久しぶりに聞いた気がしますね。そうですか。懐かしい響きだな。ゲート収入、入場料、入場料、はい、まあそうですね、はい、うん、だからそういったその興行論とか、うん、あるいはまあマッチメイク、それから個々の選手の強い弱い、うん、マット界自体の動向、そういったことも全てひっくるめて、うん、面白かった時代ですね。うん、面白かったですね、うん、はい、こんな感じでしょうか、前田さんのシリーズは。よろしいですか、はい、もう言い残したことはないですか。言い残したことはないです。いや、今回の件に関してはないです。あ、他にはたくさんあるということで。あのね、なんかチクチク本当来ますね。たまにチクチク、機嫌、ご機嫌悪いですか。全然そんなことはないです。はい、じゃあ終わりましょうか、はい、前田さんのシリーズ。もしかしたらこれ前半後半で僕言いましたけど、うんうん、1、2、3部になるかもしれない。あ、そうですか、はい。はい。じゃあそんなことでありがとうございました。ありがとうございました。